ミッション開始まで180秒。準備はいいですか、アサギ先生。先生？今は君が指揮官でしょ。アサギでいいわ。あ、そうでしたね。あ、アサギ、準備はいいですか。ええ、バディともに万全よ。ちょっと、何顔を赤くしてんのよ、バカ風魔。アサギ校長ばかり気にして私たちは無視のわけねえ。風魔くんは大人の女に弱いからにゃー。今から聞くところだったんだよ。そっちはどうだ、雪風、さくら、準備 OK か。当たり前じゃない。雪風チーム、バディともに問題なし。さくらチームも OK、 バディともに元気だよ。よし、ミッション開始まで全チームそのまま待機。目的地まで20秒。ヘリは時速300キロだ。カウントダウン入るぞ。目標が視界に入るぞ。全チーム降下用意。各自目標ポイントに急速降下。着地ミスって死ぬなよ。はあ、誰に向かって言ってんのよ。余裕余裕、この3倍の速さだって平気だよ。風魔くん、私たちはタイマニーよ。私が出るわ。伊賀はアサギ、剣山。今回の任務はビルを占拠したテロリストの排除と人質の救出だ。俺たちのチームは速やかに屋上を制圧、人質の脱出路を確保する。了解、ここのヘリポートを抑えるってことね。人質は大丈夫？中で捕まってる人もいるんだよね。そっちは別部隊が対応しているわ。私たちは自分の任務に集中ね。ええ、その通り。では随行させた指揮ドローンから指揮情報を飛ばす。各自行動開始前にもう一度チェックしておいてくれ。これがテロリストか。悪そうなやっちゃな。ま、機械に頼ってる連中なんて私の敵じゃないけどね。そうね、この情報ではさほどの脅威はなさそうだけど。でも状況はどう変わるかわからない。全チーム油断せずに進みましょう。はーい。俺も指揮ドローンで状況を補足し、逐一最新の情報を流していく。みんな、敵に動かれる前に始めよう。行動開始。了解。了解。よろしくお願いします、アサギ先生。ええ、あなたの実戦における指揮能力、どれほどのものか試させてもらうわ。はい。期待しているわよ、風魔くん。はっ、これで終わりよ。これで終わりよ。はっ、これで終わりよ。忍法殺人か。任務完了。さあ帰投しましょう。Thank you.
あなたについて来られるかしら。伊賀は先、剣山。任務完了。さあ、祈祷しましょう。あなたについて来られるかしら。今回の作戦はこれね。伊賀は先、剣山。指示があれば、いつでも行けるよ。
や、タグや、はとどめタフィレッカや、タグスイヤスイスイハフィレッカ進撃任務完了。さあ、祈祷しましょう。あなたについてこられるかしら。私は、そうだね。他の連中のように、千景と呼んでおくれ。参ったわね。仲間を集めるのね。対馬伊吹、吹き矢での狙撃が得意よ。さあ、ターゲットは誰？
はね、準備を整えたら早速任務に物資を調達するのね。はじめまして。私やっほー稲毛夏さ。このラピスが采配を振るうからに。少し休憩しましょう。仲間を集めるのね。冬月くるりよ。いいわ、手を組みましょう。休憩しましょう。みんなの様子を見ておきましょう。少し休憩しましょう。
いよいよ任務よ。準備はいい？少し休憩しましょう。みんなの様子を見ておきましょう。今回の作戦はこれね。私を御しきれるつもり？いいわ、見せてみなさい。さて、ヒノコは払わないとね。おりゃ、また強くなったっていうのかい。私を御しきれるつもり？いいわ、見せてみなさい。少し休憩しましょう。いよいよ任務よ。準備はいい？伊川麻希、剣山。あんなものまで用意してテロリストにしては随分リッチね。もう硬いの苦手なんだよね。私の雷撃で中身ごとぶっ飛ばす。行くわよ。ラスト。任務完了。さあ祈祷しましょう。あなたについてこられるかしら。
川浅木剣山はっ切水はっ解くと味わいなはっラストはっとどめよっ屋上制圧を確認全チームよくやったぞえっへんこれでヘリポート確保だね楽勝楽勝やっぱり大したことなかったわねみんな待って何か来るああちょっと何よあれ多脚戦車奴らの虎の子ってやつねテロリストのくせにリッチすぎなんだけどフリーダムオブアフリカ蘇生の多脚戦車テンペストしぶきは 12.7mm 重機関銃副武装は 7.62mm 機関銃かこりゃ凶悪だ全チーム気を引き締めて来るぞハッとくと味わいなハッとどめハッ任務完了さあ祈祷しましょう OK! 全ミッションクリア。みんな、訓練終了だ。フーマ、あんたどういうミッション設定にしてんのよ。どこの世界にあんな軍隊みたいな装備のテロリストがいるのよ。そうそう、敵の設定やばすぎだよ。あの戦車とか、私のお小遣いの10年分ぐらいありそう。いや、100年でも足りないかもな。それだけ最近のテロ組織の資金は豊富なんだよ。ネットを駆使して世界中から資金を集めたり、中には油田まで抱えている超リッチな組織もある。ほえー、大金持ちなんだね。まったく、悪がのさばる嫌な世の中ね。そうね。だから、今ぐらいのミッションで適切だと思うわ。フーマくんこそ、どうかしら。ツーマンセルの部隊運用は慣れた？はい、浅木先生。一通りやってみた印象ですが、6人を3等分、3つのコマにして有機的に動かすには、かなりの繊細な指揮が必要だなと。でも、なんとか慣れようと思います。期待しているわよ。君には、是が非でも、この携帯の指揮をマスターしてもらわないと。ん？ということは、やっぱり今の部隊運用は、何か具体的な任務を想定して？ええ。それは今から説明する。計画した、当人の口からね。ふん。浅木、彼が君の推す例の人物かね。
どうも、風魔小太郎です。いや、堅苦しい挨拶は抜きにしよう。風魔君、君の素性や能力については浅木から聞いている。風魔壇上の息子にして風魔宗家の現当主、五社学園における成績は中の上、友好関係は広く浅く、家では腹違いの姉であり後見人の女性と二人暮らし、趣味は大魔人に関する情報が載った書物を読み解くこと、特に興味が惹かれるのは忍法に関する書物である。壇上とは少し面識があってね、この任務に浅木が君を推薦した時、運命のようなものを感じたよ。親父ですか。どうかしたかね。いえ、何でもありません。うわ、なんかかなり調べられてるって感じね。いや、お前たちも調べられているだろう。おそらくだが、俺以上には。え？何やら誤解があるようだが、詳しく調べたのは風魔小太郎くんだけだよ。よかった。いや、よくないけどな。ただ少し驚いたな。思っていたより随分若い。あら、彼に何か不満でも？何もないな、浅木。私は君に全幅の信頼を置いている。君が推すのなら、彼はこの計画にふさわしい人物ということだろう。相変わらず大行ね。でも正しい判断だわ。あの、それで？その計画っていうのは、さっきのトゥーマンセルの訓練と何か関連してるんですか？ああ、その説明がまだだったな。実は今、我々は新しい大魔人部隊設立を進めている。新しい部隊？そうだ。君も知っての通り、政府はこれまで日本における魔界勢力の活動を大魔人の力によって対処していた。だが現在、それだけでは追いつかない事態も起きている。我が国の中だけでなく、国境を越えグローバルに活動し、魔界勢力と関係しようとする悪辣なテロリストの存在だ。確かに最近ろくでもないニュースをよく聞きますね。うん、そんな連中に対抗するため、国際的な活動を主とする部隊の設立が急務となった。へえ、 CIA の大魔人版って感じ。ハリウッド映画みたいで楽しそう。国際的って言うと、
海外旅行とかにも行けるのかな。もちろんだ。まあ旅行気分では少々困るが、必要とあれば世界中のいかなる国にも飛んでもらう。作戦本部はこの五社学園内の地下施設に設置、専属事務職員、補給班、通信班など約30名、対魔人を中心とした戦闘員は最大で100名以上。風魔宗家当主小太郎君、君にこれらの人員の運用と指揮を任せたい。俺がですか。そうだ、現時刻をもって私はここに大魔人特務中隊の設立を宣言する。大魔人特務中隊。ひとまずの中隊メンバーは今ここにいる諸君、これ以降は風魔君の判断で自由に組み入れて構わない。おめでとう風魔君、期待しているわよ。おお、なんかすごい肩書き。やったね風魔君。風魔のくせに大出世じゃない。ま、私を指揮するならそれくらい偉くならないとね。いや待ってください。でもそれじゃあ独立遊撃隊はどうなるんですか。独立遊撃隊というと君の御社の大魔人部隊での活動のことだな。あちらはあちらで今まで通りよ。特務中隊はあくまでも期間限定、解散すればまた戻ってもらうわ。なるほど、期間限定。さて君の意思は。この任務やれるかしら。はい、もちろんです。俺にできる限り全力でよろしくお願いします。良い返事だな。ありがとう風魔君。ではここで副官を紹介する予定だったんだが、まだ御社についていなくてね。到着次第紹介しよう。副官ですか。優秀な人物だ。国際情勢に長けており、現場指揮官である君の護衛も務めてもらう。きっと助けになるだろう。はい、ありがとうございます。優秀で国際情勢に長けた、御社の外で活動してる大魔人かな。あ、山本。ああ、こちらの読み通りだな。山本部長、一体これは。風魔君、それから中隊メンバーの諸君、我々がマークしていた標的が動きを見せた。早速ですまないが、君たちの出番、大魔人特務中隊の初仕事だ。あなたについて来られるかしら。
日本政府と米連の関係上、これ以上は表立って彼らの行動に口を挟めない。そこで君たち対魔人特務中隊の出番となる。なんかいろいろややこしかったけど、とにかく悪いやつを探してぶっ飛ばせばいいのね。ねえねえ、この任務は海外旅行できる感じかな。ちょっと二人とも、ブリーフィングは真面目に聞きなさい。まあ浅木先生、俺がちゃんと聞いてますから。いつもごめんね、風磨くん。海外旅行か。私イタリアとかスペインの方って行ったことがないのよね。その2つの国に行くなら私海がいいな。海。浅木先生。ええ、風磨くん、どうやら2人は任務が終わった後に特別訓練を受けたいよね。冗談だよお姉ちゃん。安心しろ、俺も付き合ってやる。余計安心できないわよ。もちろん私も付き合うわ。すみません山本部長。リラックスしすぎないよう気をつけてくれ。まあそのあたりは浅木がよく目を光らせてくれることだろうがね。ええ、もちろんね。二人とも、はーい。はい。まったく話が脱線してしまいすみません。あそれで山本部長、俺たちはどうすれば。そうだな、君たちには竹中が乗るであろう民間機を押さえてもらいたい。民間機ということは空港ですね。そういうことになる。かく乱のつもりか、米連は日本各地の国際空港で民間機をチャーターしている。だが当然のことながら竹中が乗るのはそのうちの一機のみだ。こちらの調査で本命と考えられるのは近畿国際空港。君たちはこれより現地に急行しチャーター機を調査。竹中を発見した場合には速やかにその確保をお願いしたい。了解しました。でもかなり遠いですよね。そうね、近畿国際空港は関西だからヘリでの移動になる。さっきの訓練が早速役に立つってことね。もしかして関西旅行？やったー！本物のヘリに乗れるのね。桜も雪風も元気があるのは頼もしいが、しかし作戦の遂行には細心の注意を払ってくれ。竹中には米連の強力なサイボーグエージェントが護衛していると見られ、さらにこの件ではノマドが動きを見せているという未確定情報もある。戦闘になるかもしれないってことですね。了解しました。ともあれすぐに現地に飛ぼう。対魔人特務中隊出動だ。了解。空港に着いたのはいいな。こりゃ一体どういうことだ。大変なことになってるわね。飛行機が空港に突っ込んでる。井川浅木、剣山。この様子、ここが本命という見込みがますます高くなったわ。ええ、でも状況が異常すぎる。どういうこと？こんな騒ぎを起こしても米連には何も得がないってことさ。ああ、確かに亡命させたいならさっさと行った方がいいもんね。じゃあこの飛行機はって
みんな見て、あそこ忍びか。あんな敵は情報にないぞ。タイマ人じゃないわね。みんな気をつけて、来るわよ。決めるわ。ラスト。何か。ハッと味わいな。任務完了。さあ、起動しましょう。あなたについて来られるかしら。少し休憩しましょう。みんなの様子を見ておきましょう。今回の作戦はこれね。私を御しきれるつもり？いいわ、見せてみなさい。少し休憩しましょう。仲間を集めるのね。します。少し休憩しましょう。いよいよ任務よ。準備はいい？伊川麻希、剣山。やっぱりか。ロビーに突っ込んだ旅客機は米連のチャーター機らしい。どういうこと？何者かが米連の動きを妨害したの？
その点はまだ不明です。情報が錯綜していて。とにかく旅客機の中に入れませんか？竹中がいる可能性が高い。了解、突入路を探すわ。しましょう。少し休憩しましょう。